さあ今回ご紹介したいカフェはですね、超ドキドキですよ。なんか思い出のカフェっていうんですかね。芦屋じゃないですか。そうですそうです。高級住宅。はい、そうなんですよね。ここで何があったんですか。僕がですね、かつてこう、まあ、タイガースに在籍してですね、 FA 権っていうものをこう取得してですね、晴れてこういろんなこう球団に行ける権利を持つんですけども、その時に当時星野さん、はい、星野監督が、まあ僕のね、在籍時監督されてたんですけども、要は簡単に言うと引き止めですねっていうところで、こう電話がかかってきて、ちょっと来いと言って、呼び出されたカフェが、はい、あるんです。でもね、星野さんの席言われたらね、こうできへんな。片っ端から喫茶店、今回は特別編、檜山進次郎さんの思い出の喫茶店へ。星野監督行きつけの喫茶店ラ・スリーズ。元タカラジェンヌであり、現在もモデル業で活躍するマダムチェリーさんが店主を務めるお店です。星野監督とどんな話をしたのか楽しみです。そうですね、うわ懐かしい。ちょっとね、こういう階段があって、こんにちは、お邪魔します。こんにちは、こんにちは、どうも、お世話になります。お世話になります。どうもです。あの星野さんがね、はい、僕ちょうどタイガースの監督をされた時にお世話になって、本当に星野さんには随分こちらで毎日で、はい、いらしてましたんですけど、ただね、こうしてお顔見ても思い出せないの。いや、僕はね、僕はね、当時はその時こう、まあ、星野さんから連絡をいただいてきて、その1回きりだったんですけど、ただもういろいろとアドバイスをいただいたんでね、思い出ですね。思い出です。それで私ね、星野さんってああいう方なので、はい、何かもう入ってこられる時とか座られたらね、あまり近づくなとか、もっと喋ろうよとかっていうのが気配でわかるんですよ。きっと檜山さんのその時なんか星野さんの来るなっていうオーラがきっとあったと思うんです。ご無礼をいた、そうなんですよ、ご無礼をいたしました。いやいや全然、もうやっぱりね、さすがですね。星野さんはね、いつもね、絶対にここなんです。あ、はい、おかけください。せっかくやから、すいません、星野さん席に。あ、そんな感じでした。あ、そうですか。え、その時何頼んだか覚えてます。何やろうな、さあもうそんな頼むというか、コーヒーかもうしかないでしょ。なんか一緒でいいですぐらいおっしゃったん違うかしら、ね、なんかもうそんな言えないでしょ、緊張して。監督は何を飲まれたの。いつもね、コーヒーです。ホットです。はい、ホットです。じゃあ多分僕もそれでご一緒でっておっしゃってたわね。かアイスコーヒーか、はい、汗だくになるからみたいな。ここなんかね、でもね、星野さんの席言われたらね、こうできへんな。ちょっとやっぱどうしてもこういうようになっちゃう、前のめりに。言うたら選手の権利じゃないですか。はい、行ってもええやでみたいな感じじゃないんですか。全然もうどういうふうになっとんや、契約の内容はみたいな、こうこうこうです、ああそうか、もう、まあ、俺からもちょっと言うといてあるからみたいな感じになったりとか、まあでもなんかこう会うたんびに、球団の人とまあ会うたんびに、まあ今日はこうでした、ああでしたとか、そうかみたいな感じですね。だから僕の中では完全に後ろには星野さんがいるっていうのがあるから、ある程度こう言いたいことも球団にも言うし、だからって無理なことは言ってないつもりだったしみたいな。星野さんに言われなければ出る可能性も多々あったんですか。やっぱ契約なんで、やっぱり結構まあ今でこそですけど、まあ、ちょっとある球団からみたいなのもあったんで、でどこが、まあ、どっから来とんにゃみたいな感じも言われて、いやどこどこですみたいな感じだったら、ああみたいな感じですけど、あすみません、はい、私
でもやっぱりね、もともとはね阪神が大好きで育って好きな阪神に入れてたんで、それは残りたいのは山々やったんですけどね。やっぱりそれって契約で FA ってなかなか取れないもので、野球選手だったそこからのね評価を聞きたいみたいなのがあったんで、ね、そうなんですよ来た。じゃあすみません、いただきます。どうぞ。当時はね、間違いなくシロップは入れてたんですよ。ミルクはどうやったかなって感じで。星野さん甘党でしたものね。ああ。いつも体つけケーキ召し上がる。あ、そうなんですか、はい、ケーキ。ケーキ。どんなケーキですか。うちのこのシフォンケーキです。お甘党魂出てますね、はい、僕も甘党なんでじゃあちょっとお出ししましょうか。いいですか。はい、かしこまりました。ありがとうございます、はい、それどんなやっとんや。よくわかりだわ契約はな、おごった方が負けやこれだけはもどけ。意外な言葉ですね。ちょっとハマキね。ハマキハマキハマキ。匂いがやっぱハマキって独特なんで、あの練習中や試合中でも あ星野さんいたなとかそういうのがもう全部わかるっていうね。いいよお前も食うかみたいな感じで言われたし、ここのシフォンケーキうまいんや。これが星野さんが、はい、星野さんお好きでした。さっき飲まないとダメですね。飲まないとダメです。いただきます。すいません。だから思い出のカフィーですわ。いただきます。あ、美味しい。なんか背筋がピンとなるなこんな美味しいも言えへんかったけどねいただきますって言っていこう。あ、なんか懐かしいな。ふわふわやん。いただきます。お、そんな甘くないですね。甘くないです、ね。クリームもそんなに甘くなくて、シフォンなので軽くて。うん。わ、これ何個でもいけるわ。うまい。必ずやっぱりケーキは召し上がってました。僕インパクト星野さんあったのは、まあ、当時はまだ高知県のキャンプだったんですけど。まあ、最後の方になるとオープン戦が始まって、大体タイガースで同じ高知県でやってる西武ライオンズと初日迎えるんですけど、まあバスがこう球場入りした時に入れなかったんですよ。運転手さんがバックしたんですよ。その瞬間に何バックしたんじゃーってもう選手試合前まだユニフォームまだグラウンドにも入る前にもうそれで怒られて、だからもうとにかく後ろに下がらないっていうユニフォーム着たらっていうのがあったんで、そこえここで怒るみたいな。最後のホームランあの時はほんまに神様になりましたもんね。でも僕よりもあの前に打ってたマートンの方がとんでもないプレッシャーかかったと思うんで、僕がネクストサークル入った時にマートンはチラッと見たからね、これ打たなやばいな、檜山さんに回さないとっていうのがあったと思うんで。いやそれで回ってきて打つの、あれはもうちょっと不思議な感じがありました。もう絶対打てない、もう過去に2回対戦して2回とも歯が立たずの三振で、自分回してもらったのはありがたいけども三振で終わるやろうなみたいな感じで思ってたのが、ああいった形でホームランになったんで、でましてやね、普通に考えたらあのボールって打ってもファールになるようなインサイドの低めのまっすぐなのに、なんであれがフェアグラウンドに入ってホームランになったんだろうと思って、不思議な気持ちであのグラウンドを回ってましたね。はい、びっくりです。だからどこにも力が入ってなかったんですよね。だから人生、野球人生で一番いい打ち方したし、もう一回の打ち方をしろって言われても絶対に二度とできないと思いながら、あの一周走ってました。はい、そう、あのおかげでね、終わってからの仕事は増えた実際ね、こんな素晴らしい話ってありますか